国立市長選挙で初当選した佐藤和夫市長が公約に掲げていた住基ネットへの早期接続。選挙戦で市長は当選したらすぐに接続すると訴えていましたが、現実はそう簡単にはいかないようです。間違いは間違いとして修正できます。しかし間違い以外の欠陥は許されません。今月2日に行われた就任式で職員にこう訓示した佐藤市長。念頭にあるのは違憲とされた住基ネット離脱状態の早期解消です。しかし9年に及んだ離脱からの再接続はハードルが高く、市の担当者は苦しい胸の内を明かします。空白期間を埋めていかないといけないということがありますので、その作業がだいぶかかるだろうな。国立市は住基ネットからの離脱中、将来の再接続に向けて独自に住民のデータベースを作り、市民の住所や名前が変われば修正した履歴も保存していました。こうして積み重なったデータは9年間でおよそ50万件、人口の7倍近くに当たります。中には住基ネットに必要のないデータもあり、そのデータを選ぶだけで膨大な労力がかかると見られています。最後は人の目の判断になろうかと思うんですよ。システム的にですね、エラーを出してそれを人の目で確認し修正しという内容になるんじゃないかなと。最終的なスケジュールっていうのは出ておりませんが、私個人的にはですね、年内は非常に難しいなというふうに思ってます。実際の作業はどれくらいかかるのでしょうか。国立市と同じく個人情報漏洩の恐れがあるとして参加していなかった杉並区は、国と党を相手取り裁判を起こしましたが、最高裁で敗訴し、おととし1月住基ネットに接続しました。おおむね半年間ぐらいの中で準備をしたわけですけれども、6年間データ送信をしていなかったと。そこでの作業というのが一番大きな作業だったと。接続までにかかったのはおよそ半年。データ整備のほかにも個人情報を守るため運用を監視する委員会を立ち上げ、緊急時の対応計画も作りました。システム経費ということで、一番お金がかかっておりまして、大雑把で申し上げますと、だいたい4900万。これはあくまでも接続するための経費と。国立市では、住基ネット開始当時に3600万円の費用がかかりましたが、再接続には膨大なデータをチェックする人件費などが加わるため、それを上回る費用を見込んています。9年ぶりに住基ネット再接続に向けて動き出した国立市。今後、個人情報を漏洩させないシステム作りを進め、確定申告が始まる前の来年1月には住基ネットに接続したい考えです。